はい、じゃあ続きやっていきましょう。お待ってろ、必ずや仲間の敵を取る。やるぞ、この痛みを忘れんなよ。はい、もうああって兄貴はもう元なりの手の上で着実に家康のところに行っております。ああ、南部さんが、はい、三成も頑張ってますね。はい、兄貴頑張ってます、みんな頑張ってます。おお、兄貴2つも倒しましたよ。長宗壁は思う通りに動いているか。石田の進軍は思ったよりも細い。苦戦しているようですね。とすると次に来るのは元成様。石田軍より使者が到着。はい、またですね、援軍求むと矢のような最速です。助けてーって、いや、矢のような最速。もう少し耐えるかと思っていたが、いかに返答いたしましょうか。今兵士どもが食事中であると、断りを入れよ。どんな断りや。はそれはないわ元成、ほんとに。さて、あ、特に何も手に入れてないですね。やめます。次はまた北条氏政がいる。あ、奥州総流戦、ここな、私苦手なんですよね、その追いかけっこが。まあさっきもチェック入ってた通りここは行ったんで、あ、でも結局こっちも行くのかな、わからないですけど、まあとりあえず奥州総流戦行きましょう。はい、毛利、どういうつもりだ、なぜ私に手を貸さない。落ち着け、あれはあれで主のためにと北の石鹸に勤しんでいるのよ。だがしかし、さあ、大谷さんもちょっと不審に思い始めてますね。はい、奥州総流戦でございます。来たか。ここはですね、まあいいさ、玉のうさばらしだ。政宗様、戯れはご苦労なされ。ここは馬に乗ってレースをする場所でして、レースを無視してもいいのかもしれませんけど、まあ温床の都合上ですね。痛い、どうしましょうね。まあ私は毎回ちゃんとレースしてるんで、まあ今回もやってみましょうか。元成で、また元成っていうのをたまにアクセントがおかしくなる。お隣でここに来るのは、はい、ヒアウィガオ初めてですね。よいしょ。ちょっと待って。バサラゲージを貯めてからじゃないとここはまずいんだ。ちょっと待って。3を使う。何をしてくるんだ。よいしょ。よし、溜まりましたね。よいしょ。バサラゲージを使って、ここ馬のスピードを上げるんで、はい、じゃあ、乗ります。どういう乗り方をする？普通！キャラによってなんか変な乗り方するキャラクターがいるんで、はい。まあ政宗様も、変な乗り方の一人ですけれども。はい。じゃあ、頑張って政宗様に勝ちましょう。はい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 。よいしょ。いい暇つぶしにはなりそうだね。基本的に政宗様の方が早いんですよ。で、うおー、間違えた。これでバサラゲージを消費することによって、こうやって抜くことができるんです。バサラゲージを消費しないと本当に勝てないです。たまには本気を出すのも悪くはね。馬ダッシュを使っても本当に政宗様の方が早い。間違えたよ。よいしょ、使おう。本当に待って、政宗様の方が早いんだ。よし、あー、落ちた。いや、まあ政宗様も下行くからいいんですけど、ちょっと待って、本当に遅い。ほら、政宗様も起きてるし、早いんだよ。ほら、基本的に有利になるんですよね。そろそろ本気出してくれよ。ちょっと待って、つづらをゲットしながら敵も倒しつつやっていかないと、本当にここは無理。よいしょ、こういう風に。よし、
待って、マサムネ様待って。ああ、ダメだ。ちょっと、やばい。この辺で。もうちょっと、ギリギリで。ギリギリで抜き去る。よし、いっけー。それで、この地を潰せば、あち、勝ったー。ああ、ギリギリ。ほんと、毎回ギリギリ。はい、なんか言って去りました。で、ここでなぜか小十郎が出てくる。敵はこの右目えぐり取ってやろうとも考えたが、これは俺の目ではねえ。ならばこの小十郎、あの日の誓いをてめえの右目に刻み込むのみ。あ、ちゃんとセリフ聞いてしまったはい、まず降りる。まあまあの走りじゃねえか。あいた見よ。よいしょ。ちょ。あの者どもの慌てふたの様を。よいしょ。何の考えもなしに動き回る男じゃねえ。アンバサンゲージ欲しいな。そうだろう。よし。モーリーさあ。よいしょ。やべ、危ねえ。だったところで貴様には理解できない。イエーイ。今の王将はあんな感じで頑張れば取れるんですけど、この次のこのもう一つの王将がですね、私今のところ大谷さんの技を使ってでしかやったことがなくてですね、間違えた。よいしょ。今回もなあまりもう一つの王将は私取れる気がしないんで、ちょっと待って、あそこに玉手箱が2つも落ちている。よいしょ。あんたが強けりゃ当然の結果だ。どこ行った。いいターン。さて、と決めたんだ、小十郎様に。ほっ、剣撃やりたいんですけど、剣撃さあ。言葉はいらねえ。おお、頭の中を白くすればいい。基本的に剣撃は勝てます。厳しいのは忠勝とか島津のおっちゃんが結構強くて、気を抜い油断してると一瞬でやられます。中国の政権よいしょ。どう、はい、いけ。心配するな。ヘキサンドどうしようかな。そのうちそこに行く。ヘキサンドする余裕があるでしょうか。あ、やべ、ブーストキャンセルできた。終わってなかった。笑っているのが、あ、そうだ、ヘキサンドブースト状態だとできるかな。ちょっとまずやります。小十郎様に近づくな。飛ばす。この間に作り、そして飛ばす。貴様らを訪問。あ、抜けた。残念でした。よいしょ。ヘキサンド、ヘッキを作る。吹っ飛ばす。吹っ飛ばす。それにこそ穴がある。ああ、間違えた。こっちに、こっち来て。もう一個作る。ああ、どっか行ってもうた。ちょっとこの間に無理ですかね。さすがに無理ですかね。ダメですね。それで俺の右目を名乗るのか。あー、ついちゃった。小十郎を侮りなさいますな。やめましょうか時間かかるし。大陸、よいしょ。軍も我慢ってものを。危ない。ちょっとたまりませんね。あ、痛い。やばい。お、どうやら俺もたまってたらしい。お、そうですか。深くは追求しません。あ、でもバサラゲージ貯めとかないと小十郎の馬に追いつかないんですかね。よいしょ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 。これを証明してご覧に入れる。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。我がより軽眼だった。よっとっとっと。それだけの話よ。じゃあ弦のいつもの戦法でいきます。敵サンドができればすぐに減らせるんですけどね。よいしょ。日を昇れ。よいしょ。勝ちへの道を照らしてみせろ。いた、できた。あ、しまった、飛ばさなきゃよかった。今できたのにな。惜しかったな。すいません。じゃあもう一個、もう一回。目をそらすな。お、一瞬の火花を焼き付けろ。ああ、あっち行っちゃった。そら無理だ。ちなみにこれうがち続きやろうとしても、ああなるんだ、なるんだ。面白いですな。あ、ちょっとずれたな。はい、できた。本当はもっと近い方がいいんですけどね、ヘキサンド。わずかな勝負の時を。
さて十分ヘキサンドで遊んだんで倒しますか。いけ、ほい、も変わらぬ立ち筋だぜ。まだか。それも荒ぶる竜には叶いますまい。ほい、あ、外した。おお、ちょやべ、よけだ。300年、よし、ほい、後のように毛利家は生き返る。早くしないと時間がかかってますから。次もまた、よし、あ、まだか。俺にできるのはこれだ。ほい、あ、まだか。攻撃力が低いんで、じゃあ低いんでね。